2020年11月14日です。朝7時30分回りました。こちらですね、鹿児島県霧島市の国分っていう町ですねに来ています。特段ね、観光的なっていうのは、特段はないのかな。ただ山の方になんか公園とかね、なんかゴーカートとかね、なんかあるような公園がなんかあるようなんですけど、当初ねこちら来る予定ではなかったんですけれども、なんとねこちらのね国分のねあの体育館でトレーニングルームがあってですね、なんと1時間20円ですね。もう最安値ですね。まあ設備的にはそれほど整ってないんですけどね、まあ腹筋背筋鍛えられるのと、あとまあ上半身をねちょっと鍛えられる、胸筋とかね鍛えられる、ね、機械が1台と、あとダンベルはないんですよね。鉄アレイダンベルがなくてバーベルだけあるというね、まあウェイトはまあそれなりに揃ってますけどね、なぜかしら、ダンベルがないというね、ただまあ20円ですからね。しかもシャワー無料ですから、温水シャワーですね。で、今年になってからなんか温水になったらしくてですね、設備が新しいですね。綺麗ですね。まあ、標準体型であれば、まあ、OK みたいな。ちょっとね、がたいの大きい人とか、体のめちゃ硬い人はね、ちょっと、ね、シャワールームのところがね、ブースがちょっと狭いので、ちょっと大変かなっていうね、感じはありますけど。なんとでもね、20円でね、温水シャワー浴びれちゃいますから、しかもね、お湯の出がすごいいいですね。今まででね、最安値ですね。ただ、土日がですね、大会とか、ほぼほぼあるようで、土日はなんかね、貸し切りになっちゃうので、ちょっと使えないということでね、今日は14日、土曜日なんですね。なので、移動かなとか思ったんですけども、まあ、ブログとかね、まだ溜まってて、終わってないんですけど、見たらね、そのね、体育館から近いところにプールがありました。温水プールで、こちらの温水プールのね駐車場にね泊まってるんですね今ね。駐車場でねちょっとね車中泊させてもらいました。なぜかね駐車場、こちらのね温水プールの駐車場かっていうと、体育館の駐車場がね時間でね、閉めるっていうんですよね。まあ1日ぐらいだったらね行ってもいいよみたいな話だったんですけども、まあ朝ね、まあ7時、7時半にならないと開かないっていうことで、それでね、こちらのね、プールのね、駐車場、プールの建物側にも駐車スペースあるんですけども、道路を挟んだね、反対側にもね、このね、駐車場があってですね、ここはね、閉まりません。夜もね。なので、ね、こちらに来ました。ただこちらねトイレがないんですよね。なのでトイレって言ったら、その体育館の方のね駐車場の、まあ体育館の入り口ですねのところにトイレがあるんですね。まあ歩いてそうですね、まあ600メーター700メーターぐらいなところですね。まあそちらまでちょっとねトイレ行かないといけませんけど、それではね、こちらのね、霧島市国分総合プールのね、駐車場にですね、車中泊をね、させていただきました。ポチッとな。